はい、ちゃお亀岡です。今日はですね、えー、この調整局面でですね、短期値上がりを狙ってですね、中長期ですかね、保有したい、ガチをしたいですね。 えー、4名柄をですね、えー、一挙ご紹介していきたいなと思っております。まあ、結構調整によってね、えー、大きく値下がりしている。ただね、いろんな意味で期待ができるんじゃないかなっていうのを僕の方で厳選をさせていただきましたので、もちろんね、株式投資は自己責任になりますので、その点だけはね、えー、ご了承いただきたいのと、まあ、他にもね、探せば一体いっぱいですね、お宝銘柄もあると思いますし、やっぱり値下がりしてるっていうのは、まあ、あの、何かしらの理由がも、もちろん僕もね、いろいろ知れてますが、まあ、目に見えない理由もあると思いますので、再 このね、えー、まあ、検討とかね、えー、まあ、調査は皆さんの方でしていただきたいなと思っております。それでは、行ってみましょう。今日も早口でね、なるべくコンパクトに話したいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは、まずはこちらですね。えー、第一銘柄になりますが、えー、ステラ・ケミファになりますね。まあ、結構ね、ステラ・ケミファは有名な銘柄ですし、 去年、おととしぐらいに、一時期ね、えー、まあ話題になった銘柄でもあります。なぜかというと、これ半導体銘柄なんですよね。あのー、おそらくですね、えー、まあテーマ関連株なんじゃないかなと思います。その割にはですね、えー、まあちょっとこのあたり、今ね、調整に入っています。こちらはね、カブタンさんのちょっとチャートを引用させていただいてますが、えー、大きくね、えー、値下がりをしていますので、 えまず、このね、えー、値下がりの、まあ、なんいうの、調整局面を、まあ、お勧め買いっていうのがね、えー、まあ、結構、あの、まあ、有効なんじゃないかな、ということで、えー、まずは一つね、選出させていただきました。あとはね、じゃあ、会社の、まあ、業績であったりとか、まあ、内容はどういったものなのかっていうのを、ちょっと見ていただきたいんです、見ていきたいんですが、えー、こちらですね、赤字にはなっていないんですよね。もっとね、この調整したり、してる理由として、なんか大きなね、材料が出てるんじゃないかな、ということで、僕もいろいろ調べてみたんですが、まあ、そんな、 にね、えー、まあ、大きなまあ、なんて言いまてすかね赤字決算になったりとか、まあ、売上予測がね大きくまあ、下がっているということはないですね。むしろちゃんとですね えー、ま、あの、一株益も出てますよね。こちらカムタンソンの方を見てもらうとね、えー、しっかりわかると思いますので、まあ、詳しくはね、ご自身で調べてもらいたいんですが、えー、一株益が出てるってことは、えーまあちゃんと、まあ、利益を出してるってことになります。もちろん最終益見ればわかるんですけども、僕はこれ両方見ますよね。えー、どのぐらいの推移で、えー、このね、一株益が上がっているのかっていうのもちゃんと見ます。で、そうした場合に、まあ、一株益はね、毎年毎年上がっているので、まあ、投資効率はね、あの、決して悪くはない。むしろ、 改善されつつあると言えるんじゃないかなと思います。でそういった意味ではね、あの、ちゃんとね、えー、投資家の意向に沿った、まあ、経営判断、そして営業戦略、そしてそれ以外のね、マーケティングなどをうまくいってるんじゃないかなと思うんですが、あとね、えー、増配もしてますね。ちょっとちゃっかりですね。ち,っちゃっかりこの辺も見ますけども、あの、そういった意味ではね、えー、科学の、科学を超えて科学の向こうへ、どこだどこに行くんだみたいな感じなんですけども、見えないよみたいな。戻っておいでみたいな感じぐらいに、 ビヨンドしていくってことを言ってるんですよね。さすがステラ・ケミファですよね。科学の向こうに行きたいよっていうね。科学向こう願望が強いっていうね。まあちょっとね、そういった意味では言っちゃってる子なのかもしれないんですけども、まあいい会社。いい会社ですよ。で、あとはね、えー、ステラ・ケミファといえば、これですよね。ステラ・ファーマが え、今ね、上場しますよね。まあ、関連、グループ会社になるんですかね。えー、そういった意味ではね、今の医療関連銘柄として、まあ、ストップ高で順調な滑り出しっていうことなので、まあ、詳しいことはね、皆さんの方で調べていただきたいんですが、まあ、あの、グループ会社がね、 えー、あの、上場したっていうのもね、えー、悪いことではないんじゃないかなと思います。まあ、連結子会社になるのかな。まあ、ある程度ね、えー、そういった意味では、まあ、乗れ分けしたとしても、どちらにしてもね、えー、こちらのね、ステラケミファに対する、まあ、貢献度も強くなると思います。もし間違って、知らない情報があったらね、ぜひコメントで教えていただきたいんですけども、ただね、もちろん、あのー、まあ、懸念材料もあります。その一つがね、この韓国半導体が、 連合がね、脱日本を着々と進めていると。これはね、まあ4年、5年ぐらい前ですか。もう結構ね、そう思うとね、時間も経ちましたが、まあ韓国と日本がね、えー、まあ自衛隊を含めて、まあね、大きく、まあこう、なんて言いますかね、こう、それをきっかけにして左になってね、で、ついにまあ日本はね、韓国に対して、半導体装置であったりとか、半導体のを生産するのに必要な、 まあ、部品やそういった材料を輸出制限しますよね。こうによって、えー、韓国半導体がね、もうそれだったら、えー、自社で、まあ、調達しますよってことで、このフッ素、えー、水素のね、えー、まあ、輸入をですね、まあ、制限した、もしくは、まあ、自社でそれはもうやりますよってことで、えー、韓国へのね、 このステラケミファがまあ強みとする復活水素ですね。ごめんなさい。復活水素の輸出量はね、どん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 減っているということになっています。まあかなり減っているということですね。まあ一説によると75%減ということなので、えー、これまでのね、まあ、韓国に対する売上が75%減っているということになります。なのでこのあたりは悪材料として考えられますが、ただね、直径売り上げ、むしろね、一株益が上がっていますので、えー、まあ会社としてはね、えー、台湾に売ったりとか、 今、半導体ね、非常に不足してますので、むしろアメリカに対してね、ええ、まあ、そういった、まあ、連携を強めていたりとか。あと、あとはね、あの、まあ、これ、生産地問題ってありまして、あの、アメリカ製にして売るとか、まあ、そういったこともね、やってるんじゃないかなと。これ、わかんないですよ。別に、ステラケミファーに僕、知り上げるわけじゃないんですけども、まあ、別にね、あの、そういう食材でもありますので、まあ、そういった、いろいろ、まあ、あの、まあ、ありますよ。そういった、まあ、対策方法はね。ただ、まあ、この問題はね、まあ、根が深いですけども、まあ、いずれ、起こる。 送りますよこれはあのね、えー、で韓国にとってはまあ半導体はあの生命 ラインになります生命性になりますけども、えー、実際にね、えー、まあ半導体に対してする韓国のイニシアチブってどん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 減ってますよね。で、今後中国がね、半導体を作り出すということがもう分かってますので、自社でね。そうした場合に、そのシェアが、えー、中国に奪われることがあったら、韓国にとってもう半導体っていうものの,、まああの強みっていうものは今よりどんどんなくなっていくんじゃないかなと思います。なぜかというと、半導体装置とかね、こういった材料っていうのは、まあやっぱり技術力とかね、 えー、そういったものが非常に強く求められますけども半導体そのものを作るというのは、まあ、空気な水とき綺麗な水とかこのあればね あとはまあ人件費の問題なので、より安く作れる中国とかね、それこそ台湾、もしくは今後ベトナムとかに移っていくんじゃないかなと。まあ日本から韓国に移ったようにですね。なのでまあこれはあんまりまあね、問題にならないんじゃないかなと僕の読みとしてはあります。実際にね、売り上げもそんなに減ってるわけじゃないので、ただまあ一応、こういった懸念もありますよということで、えー、ステラケミハですね、ご紹介させていただきました。で、続いてはね、こちらになります。セ、えーブホールディングスですね。えー、9024になりますけども、こちらもね、えー 調整局面に入って、大きく押されてますね、1480円から直近、今ね、1185円まで、えー、まあ切り下げてきてますので、まあ、これはこれでね、安値銘柄として、直近ですよ、言えるんじゃないかなと思っております。で売り上げはね、まあ、悪くないんですよ、す、ま、べ、あ、あての、ね、銘柄ね、今回いいわけじゃないです。なので中長期 ねえーまあ、ホールドしたいってことを、まあ、話しているんですけども、えー、まあね、2021年はね、えー、かなりの赤字になりましたし、えー、直近もね、赤字幅は縮小されていますが、かといってね、えー、まだまだ苦しんでるいるのがわかりますね。で、セブホールディングさ当然ね、えー 鉄道であったりとかホテルとかね、えー、遊園地、その他をね、えー、ホールディングスの中でまあ運営、経営してますので、まあこのね、えー、直近のコロナによって非常に苦しめられているというのがわかりますよね。ただ西部遊園地ね、ここに来てね、えー、5月19日にグランドオープンして、今ね、マスコミでも盛んに取材されたりとかしてますよね。何よりね、この商店街ですよね。えー、確か昭和の街をモチーフにしたこの商店街はね、えー、結構まあ、 人気なのかどうなのか置いといて、マスコミに非常に PR が上手かったので、話題になったので、えー、まあ人がね、えー、このまま持続してくるんであれば、まあいいですし、当然鉄道を利用したりとかね、その周りの周辺の商業施設もね、えー、西武鉄道さんにとっては、えー、非常にね、えー、その、まあ売り上げに貢献できるきっかけになるかもしれないのでね、あのね、イケアがね、来るだけで、その周辺のね、商業施設が売るうってよく言いますよね。まあそういった意味ではね、 これをきっかけにして、まあね、えー、まあ何かしらの恩恵があるんであれば。 いいんじゃないかなと。あとね、やっぱり苦しんでます。ーブホテルもね、含めてですね、ホテルグループも含めてね。なので、雇用調整助成金をしっかりと、えー、まあ国からいただいてますよということもプレスリリースで発表しています。まあ、かなりの額をね、えー、まああの得てますので、やっぱり雇用調整助成金はね、えー、まあこのコロナショックによるまあサービス業とかね、えー、まあ第3次産業、第4次産業がね、えー、まあなんとかしのぐためには必要な、まあ、あの不可欠 なものになりますのでアナもね確かギャルもこれ使ってますよねまあそういった意味ではそれほどね実際には目に見えるダメージがない可能性も ありますもちろんね、わ、えー、からないと。これ特別計上されるってことなので、今後ね、これが、まあ、どのような形で、会社経営に恩恵をもたらすかっていうのはわからないんですが、まあ、実際、アラもね、ジャルも、株価的にはね、えー、回復してきてますよね。それは、それほどダメージがなかったってことは、後から分かってくるってことがありますので、まあ、どうなることももちろんわかんないですけども、まあ、このあたりのダメージがね、軽減されているんであれば、まあ、いいんじゃないかなと。あとね、ただもちろんこれも懸念があって、セーブホールディングス、ここに来てね、40施設売却するっていう ことを発表したんですねつまり、この校内ーーよっておそらく現金が足りないとかね、今後、まあ、一度守りに入りたいっていう、多分そういった思惑,思惑だと思うんですが、まあ、プリンスホテルなどね、えー、国内約40施設の売却を始めるっていうことを発表しましたので、まあ、買うのは外資か国内の有力なね、星のリゾートとかが、 買うのかももしれななないですけども、まあ、セーブホールディングスにとっては、ね、一つ強みがなくなると特にプリンスホテルなんかね、僕よく泊まり、泊まりましたけども、ま、ああの、古くていいホテルですよね。あの、ま、ちゃんとね、昔のバブルの頃にあんま派手さを追求せずに、ちゃんとホスピタリティを追求したホテルをきちんと作っているので、まあ、行って悪い気持ちにはならない。 ので、まあ、これを手放すっていうのはね、あの、まあ、一つ記念材料かなと。もちろんその分ね、手に入った、まあ、そういった現金は、まあ、社員を守ったりとか、その、集中と選択ですよね。集中と選択で、より、まあ、コア事業の方に、ま特化していくために、その資金を使うっていうことになるんだと思います。まあ、ジャック・メルチでしたっけ名前間違ってたらすいません。あの、GE のね、GE でしたっけ ちょっとも、もうあの、どう忘れしましたね。えー、GE かな ?GE ってあれでしたっけユニクロの、<laughs> ユニクロのグループ会社でしたっけあのね、あの、集中と選択をして、むしろ売り上げをね、えー、しっかり上げていくと。まあ、利益率を上げていくに近いですよね。まあ、そういった意味ではね、えー、まあ、そういった戦略を取ると、むしろね、薄く広くやると、かえってね、えー、まあ、昔のエーじゃないですけども、えー、悪い方に進んでいくってこともありますので、まあ、これがね、こうそうせばいいんですけども、あとはどこが買うかですよね。まあ、外資って言ってもね、あの、まあ、こういった ホテルあと思いますので、まあ、できれば星野リゾートさんね、買って欲しいいと土地って取りやめる可能性もありますよね。あの、これはどういうことかというと、今、とにかく苦しいコロナを目の前にして、まだまだね、えー、まあ回復の兆しが見えない。そして冬にかけて、さらにコロナがね、猛威を振るう可能性がありますよね。デルタも含めてね、デルタ株も含めて。なので、一旦はこういった発表をしているっていう可能性もあります。ただ、こういったものって、よくね、あの、 中止になるって言いますかね、えー、撤回されることがよくあるんですよ。で、い手が決まってるのは別ですけども、決まっていないんであればね、えー、コロナの回復を待ってやめますみたいなことも、まあ、 あり得ますのでね、えー、その辺もまあ注意深く見ていく必要があるかなと思っております。で、三つ目がね、えー、こちらが千代田加工建設ですね。こちらをご紹介したいんですけども、まあ、基本的にはね、えー、まあ、大きく売り叩かれている、もしくはね、えー、安くまあ調整が入っている銘柄を今回ご紹介、特集してるんですけども、こちらもね、生まれ、まあ、直近はね549円を341円まで一旦ね、売り叩かれてますので、 まあね、えー、そういった意味では調整局面にあるんじゃないかなと思いますね。で、まあもちろんね、えー、その理由としては、まあ業績が良くない、まあ良くないという形で、まああの、悪いっていうことがあるんですが、まあ千代田加工建設はね、まあ今までずっと悪かったので、むしろちょっとずつ、ちょっとずつ良くなってんじゃねえぐらいに僕なんか見えちゃいますけどね。長くね、投資をしてると、千代田加工建設とかね、一時期なんか、あの、海外での事業がうまくいかなかった。 たんですかねそれによってプラント事業ですかね大きくまあ赤字をぶっこいてね、えー、それによって撤退費用がかかったりとか、まあ、いやいや金がかかったのかなまあいろいろあって、えー、赤字をまあとにかく続けていたんですけども、まあ、むしろねちょっと黒字になってきたりとかしてますので悪くはないいいんじゃないかなとは見えますが さてどうなることやらってことで、あとはね、事業体として今後収益を生むのか、あとはね、えー、金のなる木をちゃんと作ってるのかっていうところですよね。で、えー、まあ、プラント事業以外にもね、いろいろこうやっています。そのあたりをね、じゃあ注目していきたいんですが、やっぱりこの水素ですよね。 水素のサプライチェーン事業ということで、国に確か承認されて、トヨタさんとかと一緒に、今ね、水素関連のサービス、もしくは事業化を今進めています。ここはね、まあ、仮にね、まあ、もちろん、あの、電気の方がね、えー、電気自動車とかはね、今ちょっと先に行ってしまってますが、まあ、日本といえばまだね、水素頑張ってますので、ここでイニシアチブを取れたりとかね、ここで収益化ができるようなね、えー、まあ、しっかりとした事業を生み出して、それを海外に輸出するとかね、トヨタさんと一緒にね、何かしらの新しい事業で でえー、ままああ利益をしししっかかり生み出せていいいけるんででれば、まあ、面白いかなととうことでご紹介しましたもちろん、まだね、金のなる気になっているわけじゃないので、えー、そのあたりは皆さんの方で、ね、ホームページ、実際これホームページから、あのこのね、えー、千代田さんのところから撮ってますので、えー、見てもらいたいなと思っております。で、最後4つ目ですね。こちらがですね、えー、清水建設になりますね。清水建設といえばね、CM をよくやってますよね。きっときっとできるよね、たン ってやつ、ね、あの多分それだと思います。清水建設さんね。あのだと思いますが、これもやっぱり953円から、えー、下で796円ということで、一旦大きく調整入ってますね。おそらくくさ直近決算が良くなかった た可能性ががありますが、えー、ますそういった意味ではね、えー、まあ,あの前年前期比に比べてまあマイナスになってるんですね。最終益もね、一株増益もですね、まあ、営業益も当然マイナスになってます。売上は上がってるけども、利益は出しにくいということなんですかね。まあ、そういうまあふうには見えますけどね。えー、そういった意味では、まああまり期待できる。まあ特に今、高決算。 が続いてますので、目立ちますよね。悪いじゃんっていうのがね。それでまあ、売り叩かれているのかなっていう気がしますが、実はね、清水建設ね、事業体調べてみると、もうね、ゼネコンだけでは終わっていないんですよね。これから新しいゼネコン、まあ、ニューゼネコン、ニュータイプを目指すぞっていうね、えー、そんな気概を感じる、そういったあの展開をしています。もちろんね、えー、ゼネコンであることには変わりないので、えー、まあ、メガゼネコンとして頑張ってはいるんですけども、それ以外ね、 えー、デジタルゼネコン、デジタルゼネコンですからね。まさにニュータイプですよね。えー、デジタルゼネコンとして、まあ、スマートホームとかね、えー、まあ、スマートオフィスとか、まあ、そういった方向に、まあ、ものづくりを生かして進んでいきたいってことをやっています。まあ、こういったニュースもありましたね。えー、清水建設音響制御システムを開発して、えー、まあ、そういった、ね、音が聞こえやすいオフィスづくりをしたりとか、あとはスマートオフィスとかね、スマートホームみたいなところに、まあ、いろいろね、えー、まあ、実験的な、まあ、今、資本をね、投げ まそれを事業化して収益化させようということをやってます。まあ詳しいことはねホームページ見ていただきたいんですけども、まあこれはねまあ IOT とかね、今後の実際の AI とか。 まあそういうところにもつながっていきますので、ええー、まあこれがね、しっかりと回転していけば、もちろんゼネコンとしてはすごい力を持ってますので、えー、何かしらの恩恵がね、働く可能性もあるんじゃないかなということでご紹介しました。ちなみにリマりリもそんな悪くないので、ね、ゼネコンなのでね。という形で、今日は4銘柄ご紹介させていただきましたが、もちろん調整をしている銘柄を選んでます。そんな高になる銘柄を、今高値にありますって言って紹介してもしょうがないのでね、えー、そういうのありますよね、一時期ね。テ、え、ラ、ー、が超高いのある時になるときに、 どこのユーチューバーさんもね、寺ばかり、こう、紹介するって、あんな高値で紹介したら、やばくねえなんて、僕なんかは、まあ、逆にリアルの投資家なので思っちゃいますけど、まあ、そういった意味ではね、あのー、まあ、ある程度調整に入って、まあ、野生の付近にある、この、 一年チャートとかで見た場合ですよ。ああいうものをご紹介させていただきましたので、あとは皆さんの方でね、研究銘柄として、ご自身のね、えー、投資、え力を高めるために、ホームページとかチャートとかね、えー、ファンダメンタルっていう材もね、いろいろ分析して、逆に僕が間違っているところとか分からないところがあったら、逆に教えていただいたら非常に嬉しいなと思います。今日もね、二つぐらい間違ってんじゃねえって自分で話しながら思っているところがね、ありますので、えー、そこを教えていただきたいなと思っております。GE、まあ、だと思うんですけどね。それでは今日は以上です。高速で、 Go.